アサピンガッツポーズ。そっか。悪い顔してます。さあ、今の俺が悪いな。ということで、はい。じゃあ、この後角田さんにインタビュー。はい、とりあえず一旦梶本さんの ID を移しつつ、はい、角田さんの。角田さんのあれはスカイプ？そうですね。あ、そうですね。なるほど。そしたら、いやあ、準備できました。多分来てるんで。はい。じゃあ、角田さんちょっと、じゃあ今から繋いでみます、ね。はい。これから、テンホーの、なんていうの、開発者開発者の角田さんと電話インタビューということになります。配信を見てらっしゃると思うんですけど。あ、そうですか。テンホーの創造主。じゃあちょっと、あれこれどこで創造主、神、神、創造神、ゴッドオブテンホーで、あったのゴッド、ゴッドオブテンホー。これか、あ、ゆくるアサピンの喜びように大喜びしてました。これだけは、はい、そうですね。ちょっと待ってくださいね。あ、放送の音声は切った方がいいですよね、向こうは。切った。ああ、そうそうそうだね。かぶっちゃうからね。どういうこと質問しますかね。あ、まあ、一応ちょっと候補とか作ってあるんですけどね。はいはい、ああ、なるほど、はい、質問候補。切りました。じゃあ、よし、梶本さん、OK です。はい、あ、じゃあちょっと、今度は僕が梶本さんの質問していきましょう。はいはいはい。なんで天宝っていう名前にしたのかね。はいはい、もともと半熟層っていうあれがあったんですけどね、うん、その天宝の前身というか半熟層っていう状態から始まってるんですけどね。じゃあいきますね。はい、おい、角田さん来ますか。はい、お、さあ音を拾えてますかな。これで拾いましょう。こんばんは。あ、こんばんは。ちょっと喋っていただいても大丈夫ですか。こんばんは。あ、そうです、ね、聞こえますかね、皆さん。 そんなやり方でいいんですか。お、結構大きい声結構大きい声で大丈夫ですね。はい、映像を見てていいんですよね。大丈夫です。 OK、 あ、聞こえてます。あ、そうです。あ、はい、配信の方も聞こえてるみたいで。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっくりした。なんか映像を見ると僕がなんかその中にいるみたいです本当ですね。なんかコメント来てますか。すいません、ちょっと放送の音声が聞こえないんで、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、もう全然大丈夫です。視聴者の方には聞こえてるみたいです。はいはい。天宝を、あの、はい、もうこれネットジャンスを始めようと思ったきっかけは何だったんですか。まあもちろん私がマージャン好きだったっていうのは一つあるんですけれども、はいはい、まあ当時マージャンみたいなものすごくこう人が集まってたんですよね、ちょうど10年くらい前。ほうほう。いろんなゲームポータルみたいなのが流行った時期で、はい、で麻雀で成功すると、まあ、いろんなゲームサイトとしても成功するみたいな風に言われてたんで、うん、そういうとこからちょっと作ってなんかゲームビジネスみたいなのもいいかななんて思って手掛けました。なるほど。そしたら成功しちゃった。うん、そうですね。そしたら、うん、結構麻雀お腹いっぱいで他に行かずどうします。これ打ちながら並行していろいろ質問していきます。あ、なるほど、はい、映像とは別でも。あ、なるほど。僕は打っちゃってってことですか。そうですね、そうしましょうか。なるほど、はい、じゃあ僕は麻雀打ってきます、はい、なんかコメントでも結構角田さんにご質問を。あ、いいですよ。あ、見てます。なんか、うん、面白いのとかあったら拾っていただいて、はい。雀荘戦に感染はつけないんですか。僕もちょっと質問したかったんですいきなり来るね。雀荘戦に感染はつけないんでしょうか。あー、そうですね、今、まだないですね。まだない、うん、なんか、まあ、ちょっと強いです、僕ですかね。はいはい。あ、てかこっちの方です。あ、あれかな、前、大きく喋って、あ、そっちの方。僕らはよく聞こえてますよ。はい、はい、そうですか、はい、はい、いや大きく喋ったりとか、あのマイクの音量上げてとか言ってくださいね。はい、はい、大丈夫です。そうですね、雀荘戦みたいな遊び方って、はい、まあ、多分みんな好きですよね。それ盛り上げたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、感染も含めて、はい、ぜひ手こ入れしたいと思ってます、うん、もう正直なところ感染がつくだけでもうなんか流行る気もしてるんですけど。そうなんです。はい。
もう打ちたい人は結構いっぱいいるみたいで、そのまあ、ただ団位戦と並行してやるのがどうなのかなっていうのはちょっと心配なところはあるんですけど、はい、まあ、なんか人が二分しちゃうとどうなのかなっていうのはあったりして、はい、まあ、やっぱりなんかそのフリーに近いルールで打ってるのを見たい、強い人がどういう打ち方してるのかを見たいっていう人がすごいいっぱいいるみたいで、はい、なるほど、それならそういうイベントの方が楽しいですかね。イベントか、そんなことないですか。それよりは、むしろ、そうですね、まあフラット毎日なんか、はい、っていうような状態が見たい、多分そうですね、そっちの方が僕は見たいですね。まあ僕なんかはあんまりこう麻雀、強い人の麻雀って見てるだけだとわからないんですよね、はいはい、だから番組にして解説してくれると、ああなるほどなって共感できるんですよ、ね、はい、まあ、見て考えるのもやっぱり、技術というか、まあ、面白いところでもあるし、そこでなんか人の考え方を考えるというか、そういうのも面白いかなという、はい、僕も最初本オタクずっと観戦ばっかりしてたんで、へえ、そうなんだ、例えばその誰かの番組を経由して観戦するってことですか？はい、いや、もう僕のその始めた頃はそのほとんど番組もなくて、もう本当に法オタクで打ってる、その例えば球団、その当時だとトンプ戦ばっかり立ってた時代だったんですけど、球団の人をすごい観戦してて、はい、じゃあそれはまあその人が打ってるのを正解だという前提で見て自分の考え方を養っていくみたいな感じですね。そうですね、正解の可能性が高いなと思いながら見て、違和感のあるところとかを考えたり、はい、じゃあまずはその雀荘戦っていうところで強い人が何たるかっていうのをきちんと作る方が先ですか？そうですね、それも、はい、成績評価って言いますかね、そのシステムも、はい、かなりちゃんと作らないといけない気はするんですけど、なんか本当の終始戦で強いというか、はい、あ、黒歴史黒歴史とか書いてあるけど、本当にちょっと手こいするだけですごくなんか面白いものになりそうで、あ、ごめんなさい、なんかね、声がちょっと、あ、ちょっと手こいれするだけで面白いものになりそうですという天恋の言葉です。今はちょっと開発のウェイトがなかなか避けなくて、はい、いろいろやりっぱなしのことがたくさんあるからやりたいんですけどね、圧倒的に人手が足りないんで、本当これはね、どうにもならんです。そうさん、一人でやってらっしゃるんじゃないんですか？一人ですね。そうですよね、これはすごいんだよ、一人で声を作り上げたっていうのはとんでもないですね。でも昔のソフトウェアの開発って大体そんな感じでしたよね。今も多分そうだと思いますよ。一人なんかモンスターみたいな人がいて、はい、上手な絵描きさんとなんか組み合わせて4人くらいで作るみたいな感じじゃないですかね、結局。例えばなんかその一人で開発してるってことで、なんか中国のテレビからインタビューされてたってありましたけど、あれどうなったんですか、結局。まだじゃないかな。まだなんですか。まだ。CCTV のやつでしょ。ああ、多分まだですね。あ、そうなんですね。須藤さんも取材受けたんですね、じゃあ。そう、インタビューされましたよ。へえ。やっぱり日本で一番大きいネット、なんていうか、競技人、なんていうのか、ユーザー数、アカウント数が多い。のはどこだって聞かれた時にはちょっと変更だってみたいな話になって、それで多分取材が来てる。あ、そうなんですね。そのプレイヤー、ダン、ちょっとプレイヤー名だったか本名だったか忘れちゃったんですけど、ダンさんね、はい、日本語喋る人ですよね。ああ、はい、その方が天王ユーザーなんですよね。そうですよね、すごい強い方なんで、まあ天王のことが詳しかったから、きっとその方が多分もしかしたら熱狂的に話してくれたんです。ああ、そうなんですね。はいはいはい、タンさんお会いしたことあります。ちょっと その一般的なそういう評価よりは個人的な評価がバイアスがかかってるかもしれないです、はいはい、
昔中国の方と打つイベントとかもありましたもんね。やりましたね。懐かしいです。懐かしい。そうそう。そうなんですよ。そう、梶本さんもいた。そうそうそう。本当だ。あ、そうですね。あれ。ライトさんとか。そうそう、ライトさん。ライトさん、あれから日本で、日本にいます。天保はやってないかもしれないけど。うん。なんか続々と質問がちょいちょいあるんですが、読みますよ。何でも聞いてください。いっぱい来るだろう。なんか第二戦の予約をしながら観戦できるようにしていただきたいっていう意見があるんですけど、第二戦の予約をしながら観戦を、まあ、予約が埋まったらその打つようなも感じに変わるけど、その揃うまで観戦ができるっていう状態。ああ確かに、はい、それはいいかな。なるほどね。そう、そのまあ、サーバーに一つのパソコンから使い、つながっている、なんていうのかな、フラッシュ版と Windows 版を上手に共存させるためには、ちょっとそういうところで区切るっていうのが最初のアイデアで、はい、まあ、確かにおっしゃるように、一つの画面で観戦しながら、あ、予約ボタンを押して、その後に観戦に移るみたいなのは、はい、うん、ありですね。ちょっと作り込みが足りないっていう感じ、それっていうのはなんか、ね、例えば後からアップデートでその付け加えることっていうのはやっぱり難しいんですか？いや、どうだろう、そんなに、そんなに、うん、いや、だいぶそんなにと言われてると期待してしまうんですけど。あ、そうですか。結構ね、うん、遅いんで。あんまり、ね、角田がなんだか簡単そうだけどやらないっていうのはどういうことなんだって何とも言い難いけど、確かにその機能も、ね、あったらなんか嬉しいですね。グッと心にグッとくるとね、はい、あっという間に作れるんですよね。あ、角田さんの中でグッとくるとそうそう、はい、結構ねモチベーション一人でやってるから、なかなかモチベーションのコントロールが ね最近できない、うん、ことがあって、あ、まあ、もちろん全然何も作ってないわけじゃないんですけど、他に作りたいことがあると優先順位が片付け、うん、一つが片付くまで次に移れないっていうか、はい、いいですよ。なんか質問、うん、有料でもいいので名前を変えられるようにしてほしいのですがっていうのがあるんですが、これはなんかむしろシステムというよりこれはね、問い合わせで、できるんですかね。まあ、天保ってご存知の通り、はい、ログのとかランキングってユーザーさんのサイトと共存してますよね。はい、でそれで全てのユーザーが検索できるっていうのが一つ、うん、そこは譲らない、まあ、守っていこうかなと思っていて、はい、だから名前変えちゃうとそうですね、何かちょっとそれがベールに包まれるような状態になりますよね、はいはい、表示のプレイヤー名は例えばね、朝倉だけど朝倉ランキングは朝ピンで検索にならないとか、はい、うん、そうですね、そのなんか元の、うん、実際に対局するときに表示される名前だけを変えるっていうのはで、あ、でもそれも無理か、うん、技術的には、ね、厳しいか、全く難しくないんですよ、はい、ただポリシーとしてやる理由が、ね、はい、積極的にやる理由が、まあ、がっかりな名前をつけちゃった時にそうですね、後で挽回して、はい、動機は分かるんですけど、はい、なんか何人かそういう人がいたりして、まあ、後から名前変えたくなるような名前いくつかあるんだけど自分が一番最初につけちゃったちょっとが残念な名前が成長しちゃったとか、はい、オフ会に行けなくなっちゃうんですよ。あ、そういうことか、はい、一番最初にこの名前で出るとちょっと、もう人生終わるまでそれで呼ばれちゃいますか。そうなんですよ。堀先生19歳デビューだよ。まあ僕はもう2回目のアカウントだったんで好き勝手つけましたけどとか最初のアカウントはもう本当に普通に朝ピンってつけて、はい、当たり障りなくよかったね。よかったです。ふざけた名前にしなくてよかった。黒猫アットペロペロとかどういう心境でつけるんだろうね、あれ。ほんとすごいんだけど。それはつけたタイミングが気になりますよね。遊びにさんがいろいろ天本位になって有名になってきて
はい、それつけたらもう確信犯ですよね。それよりもずっと前ですか、つけてた。そうですね、僕あのアサピンでなった後にもうなんかいろいろふざけた名前のサブアカウントを何個か作ったんですけど、まあそれはもうお遊びです。はい、いいやと思って。あれでもその黒猫さんは、 あれは僕の兄です。兄です、兄さんですよね。はい、だからそのあこれが、ね、これでアサピンさんのプレイヤー名を追っかけてきてたらお兄さんは結構ぶつけてますよ、つけてるっていうか。 あと兄の方が先ですね、確か。あ、先なんだ。はい、あ、そうかそうか、じゃあしょうがないです。確か先でした。さて、質問は他にないかな。あ、はい、どうぞどうぞ。どうぞ、いいです。いやいや、視聴者優先で。いや、視聴者の質問じゃなくて個人的な質問をしてください。あ、どうぞ、してください。すいません、なんか僕ばっかり喋っちゃって。全然大丈夫です。あの、ラグのタイミングって今結構その打ってると分かりやすいんですけれども、それのランダムの幅を増やしたりっていうのは、検討はされてないですか？もう増やしてもいいかもしれないですね。うん、あの一瞬のキャンセルっていうのがやっぱりすごく分かりやすいんですよ。あの、出た牌をすぐにキャンセルして鳴かないってやった場合の、要は普通はそのバレたくないんですぐキャンセルしたいんですけど、はい、どうしてもちょっとラグが出ちゃうんですよね。だからわざと偽ラグみたいに間を置いてラグをかけたりするんですよ。うん、はい、うん、でしょうね。はい、それも含めてってこと、そういうふうにだからすぐキャンセルするっていうのはバレると思いますよ。うん、それをなんかそうは打たないですよね。すぐキャンセルするぐらいの間がそのランダムで発生したら、あれでもそれないよ、あるよね、ないと思います。あ、そうなんだ。もう回線の都合でなるときはあるんですけど。ああ、そっか。え、ごめんなさい、あんまりよく分かってない。すぐキャンセルしたのがそのまま反映されないことがあるってことですよね。まあ、あのすぐキャンセルしたら他の人にあのラグがかかっているのがバレちゃうんですよ。ああ、なるほどね。はい、例えば、まあ、あの息泣きするつもりのないトンとかが出て、あの泣いた瞬間、出た瞬間に右クリックでキャンセルしたりしても、それが他の人にはバレちゃうっていう。え、他の人？他の対局者ですね。え、同時にその牌を泣こうとしてた他の人がいるかどうかっていうことも分かる？いや、やっぱそのラグがどうしてもキャンセルしてもラグがかかっちゃうってことでしょ？はい、少し。え、それは他の人だとそれがラグだっていうことが確信できる。それは確実に本ラグだっていうのはまあ分かりますか？はい、そいつで持ってる牌だっていうのが大体分かっちゃうんで、ちょっと明らかに、まあ、そうやっぱ本当にゼロにすることが無理ってことですね。そうですね、うん、はい、それは、まあ、泣かないにしてるともう全ての牌を泣けなくなっちゃうんですけど、はい、そうかそうかそうか、あの泣くか泣かないかっていうそういう打診が入ったかどうかと入らない打牌の速度っていうのが微妙に違うってことですね。なんて言われたの？いやいや違うんだ、そっか、偽ラグがあるっていうことは誰かの泣きを聞いた、間違いなく聞いたっていうことってことですかね。うん、合ってます。そうですかね。偽、なんかもう偽ラグのなんていうか、偽ラグはあるとその結構止まるんですよ、時間的な、あの、はいはい、まあ、1秒ぐらいですかね、はいはい、実際 の時間のあれは分かんないんですけど、1秒ぐらいは止まるんですけど、はい、0.5 秒ぐらいとかの一瞬だけ止まるっていうのが、その泣ける牌を一瞬でキャンセルした時にその 0.5 秒ぐらいのラグがかかっちゃうんですよ、他の人に。なるほど、ね、でそうなると、まあ、これは偽ラグじゃなくて絶対に普通のラグだっていうのがバレちゃって、それはラグのバリエーションを増やすことで解決できますか？そうです、あのカバーできますね、確実に、はい、だってラグが長いラグがかかったときは結局、まあ、誰かの泣きを聞いたことを確信できますね。そうですね、あの異常に長いラグのときも分かるんですけど、もちろんそれはもう泣ける範囲で止まってるっていうのは絶対に分かるんですけど、ああ、まあそっか、
まあ、そこはちょっとまあなんというかずっと迷ってる人が悪いっていうのが若干あると思うんで、まあそれはしょうがないのかなっていう気がするんですけど、ただ全く泣く気のない範囲で一瞬で泣かないってしたのでもバレちゃうっていうのがちょっと、まあ、それに似たようなので、はい、ローンもあるよね。ローンも絶対分かっちゃうよね。そうですね、はい、見逃しができない、うん、見逃しができないよね、うん、やっぱ山越しできないんですよね結構。それは絶対ラグ入っちゃうんで、はい、山越しをしたことがもう一瞬で他の人に分かっちゃうケースが多くて、結構あるねそれはね、はい、ラグで分かっちゃうっていうことが多くて。でもそれを防ぐために、はい、その 0. 何秒くらいのボタン操作をするために画面に貼り付くってちょっと辛くないですか？それがやりたいわけじゃないですよね。例えばもっと機能として、はい、例えば1泣き2泣きの設定が欲しいとかってことですか？それでも大丈夫ですし感情さんが静かにラスを引いて静かにラスを引いてまあその短いラグがあれば大丈夫ってことでしょ、はい、うん、特にそのプレイにストレスがかかるわけでも多分ないと思うんで、まあ、長いラグを増やす必要ないよね、はい、それはストレスかかるだけだもんね。まあまあまあ、うん、まあ要望の一つですね過去のでもまあやる日は告知しておかないと。はい、そうですね、まあ結構システムというか成績の根幹にも関わってくるところだと思うんで。そんなにあるか、まあ、結構細かいね、うん、それよりももっと優先すべきことありそうだけど、やっぱりその通常のっていうと変ですけど、通常の麻雀でできることがちょっと制限がかかっちゃうときはあって、特に見逃しですね、まあ、確かにガチな人が多いからそういうとここだった方がいいかもしれないね、もしかしたらね、分、はい、かんないけど、と、うん、いうことで、じゃあ、はい、ちょっと一回変わりましょうか。はい、はい、あ次僕か、はい、すみません、ありがとうございました。はい、はい、じゃあちょっと一旦聞き手が変わります。はい、僕ばっかりこんなに長くいいんですか？他の方も結構インタビューとか出られたんですか？あ、もうすでにマージャンウォッチで漫画を描いてる青木さんがその前にインタビューされ、あ、違うか、あ、でも電話インタビューで、はい、はい、っていう意味じゃなくて、朝ピンが聞いてたっていう意味かな、うん、あ、でもなんかニセラグじゃない、ラグの話で結構コメントも入る。あ、そうなんだ、すごい、すごい来てる、すごいね、うん、すごい、みんなすごいね、みんなすごいあ、そうなんだ、結構やっぱり皆さん言うんだ。そうですね、ツイッターとかでもよく話題に上がってることでもあるので、はい、すごいね、個人的な要望ですが、僕目線ですか、はい、機能ですか、はい、もっとでも改善点、うーん、今日トップないです今日誰もトップ取ってないですまあこれそうだな、さっきメモがどっか行っちゃったな。あ、天方位がまあたくさん出てますけど、はい、なんか天方位の上の卓とか天方位リーグみたいなのは考えてたりするんですかね。やりたいですよね。あ、おー、何かいいシンボルを設定できればシンボルシンボルというか名前というか、あ、名前、あ、モチーフというか、さすがですいや、角田さんすごい、なんかね、やっぱ名前とかのこだわりがすごいなっていうのは話してて、うん、思いますね。天方の上だから、なんか、だからそうですよね、それ相応のこうなんかしっくりいくものが、うん、なんかでも個人的な要望で言うと、うん、やっぱりその天方の方、あ、天方位になったっていうのが、まあ、一つのちょっとしたゴールではあって、その後で何か付け加えるっていうのがちょっと何か抵抗はあって、だからその何かを頂上だからっていう、例えば9段以上の人が打てる別の段位のポイントとは別の何かポイントでやり取りするみたいな、そういうのがあるといいかなとは思うんですけど、参戦権、それはありだと思いますよ、はい、参戦権が9段以上だとかで、はい、あ、なるほどね、でも常時動いてるタクト、そうですね、それでまあポイントは第2戦とは別っていうふうにして、でもね、あ、そうそうそう、おっしゃってることは多分分かると思う、分かるんですけど、はい、でも見たい、何が見たいか見る立場から考えると、
天方位がぶつかるのを見たいです、うん、そうですよね、まあ、天方位にこだわ限らなくてもその高段位だと結構やっぱり面白くなると思うんですけど、いや高段位というかとにかく天方位がぶつかるの天方位が見たいですかそうですか、やっぱり、はい、まあ、9段10段確かにすごいですけど天方位ってがぶつかってた方がなんかこうシンボリックになりやすいですし、うんうん、分かりやすさがありますよね。で、あのやっぱり天方位が九段に負けたっていうのよりは天方位が天方位に負けた、はい、出る方も格がつくじゃないですかね、うんうん、ただまあそれを名人戦そういったね名人戦なんて今、はい、名前ねちょうどコメント出ましたけどいい名前がつけばなんかかっこいい名前があれば、そこをつくカテゴリーを作るモチベーションにもなるという感じですかね。そうですね。なんとなくやっても面白くないと思うんで。うん。うん。僕から質問いいですか。はい。英語版とか中国語版は作らないですか。ああ、なるほど。作りたいですね。多分。海外の人でもう天保の存在が結構知られてるの で日本でこれだけ参戦してるっていうのも情報としては知ってて、まあ彼らは分からないなりに一応日本語の天保を今やってるんですよね。でそこが多分英語版ができればだいぶファンの数がかなり増えるんじゃないかなというふうにイメージしてるんですけど、そうですね、まあ役の、まあ、なんだろう、なんて言ったらいいかな、表記ですか、表記が問題というわけじゃなくてレイアウトとかそういう横幅とかそういうのを最初から計算できるといいんですけどね、英語ってやっぱ表記が長いじゃないですか、例えばなんかでも今外国人プレイヤーは3色は3色で覚えてるみたいですけどね。ああそうなんですね。そのローマ字書きでも結構その辺は全然いいみたいです。まあそれでも長いですけどね。なんだかこの臨シャン解放とかすごく長くないですか。はい確かにどっかから取ってくるよみたいな表記ですよね。ああそうですね。うん、そういうのが大体15文字くらいで全部完結するとやりやすいんですけどね。なるほど。意外とでもそこのハードルをクリアすればそんなに逆に角田さん的にはまあ抵抗感ないというか。じゃあ逆にちょっと聞いてみたいんですけど、はい、どこが英語表記になっていないことがネックだと感じるか。例えば臨シャン解放なんていうのは、まあそういう例えばトンナンシャーペンなんてこれ NEWS にするわけじゃないですよね。そうですね、うん、だから漢字一つのシンボルだとして認識してるわけだと思うんですけど、臨シャン解放も別に臨シャン解放っていう文字だとして遊んでもらえればいいわけですよ。一番重要なのは何ですかね、 ID の作り方とか。そうですね、説明文とかできてることですかね。説明文の方かもしれないですね、もしかしたら。アカウントの作り方とか、システム、こういうシステムで段位が変動してるんだよっていうことがもしかしたらあるだけでだいぶ違うのかなっていう気がしましたね、今。そうですね、やりたいですね。はい、僕はそれでとりあえず聞きたいことの一つが聞けたんでよかったです、はい、あ、角田さんお久しぶりです。ジャンサクの矢後です。あ、どうもご無沙汰してます。久しぶりです。ですね、はいはい、最近ジャンサク TV で関西サンマの大会とかやったりしてるんですけど、関西サンマのソフトとかは開発はされないんでしょうか。ああ、それは大会ロビーで同じようなことできるんですかね。ちょっと関西ルールサンマのルールに詳しくなくて申し訳ないですけど、大会ルールでサンマのルールも設定できますか。細かく見たことないですね。サンマの大会を、クイタンとかはまあなしにはできるし、ね、一般的な、はい、
馬岡はかなり自由に馬岡は変えられますね。多分点数のシステムがあの点数あもう完全にそっか点数が違うか、そうか、スモベリじゃないとかってことですか。あ、そうですね。例えばそういうことか。倍満積もったらこの倍満だったら親が1万、子が6000とかそういう感じになっちゃう。3000、5000とかですか。そうですね。そこはね、ちょっと色をいじれないですね。3馬こそ、ね、必ず積もべっちゃいます。あ、ドヤ顔の2着。お、早いね、おったの。2万5000点全く動かず全く動かず2着でした。2着でしたね。はい、はい、じゃあ、はい、飛んでいきますか。あ、じゃあ帰ってください。はい、ちょっと ID だけ写すだけ。はい、ごめんなさい、そのさっきの関西ルール、サンマのルールっていうのは、はい、どなたが主催されてるんですか。いや、主催さん、あ、いや、あの関西サンマの、番組などをやってるんですよ、リアルの。はい、それは関西のリアルのジャンソンで盛り上がってるっていうこと。あ、うちの方の宅に、あ、うちので使ってる宅に、あの鳳凰さんのショールームに実際にあの関西の店舗さんたちが集まって、大会をやったりやってるのを配信してるんですが、はい、でなんかあの今そういう関西サンマ、関西ってあのサンマの方がメインなんですけど、そういうところであの関西の雀荘の9割がサンマのお店なんですよ、フリージャンソーの。へえ。で、やはりあの関西の人たちから見るとあのその関西サンマの要はネットマージャンがないというのが結構寂しいような話を何回か聞いてますので。え、9割ってすごいですね。9割はすごいですね、はい、でもね、僕も聞いてびっくりしました。それは確かに、でも確かに、そうなんだ、全然知らなかった。そうなんですよ。もう4人うちのお店の方がもう明らかに少なくて、でまたその サンマというのもその決まったルールがなくて結構ハウスルールみたいなのがあるんですけど、でも大体関西の人たちは3人うちを先に覚えるような形なんですよね。それは4人目に電話するより打った方が早いみたいな俺もう3人で行こうよみたいな感じなんですかね。逆に4人とか集まっても、ね、あのペーチャーを抜け番にして、サンマをやっちゃうんですよ。4人でサンマをやるっていうルールがあるんですよ。1人を、毎回なんか抜け番を1人作って。審判か何かやるんですかね。いや、もうその人はぼーっとしてます。1曲はぼーっとして、はい、漫画読んだり、人の手見たり、ご飯食べたり、飯食べたりね。それなんか聞いたことありますね。あります。マンズ本一が100万っていうのは驚いた。まあ、うん、ハウスルールでしょうけどね、それもね。小車輪とか、大車輪とかがあったりして。意見が集まれば検討したいと思います。はい。そんな返信です、すみません。あーっと、カメラが。他のご質問は。そうですね、今、とりあえずあの今の会話 あのところでは、もう、これっていうのはないんですけど、はいはい、割れ目とかできませんか。ここ個室のルール設定です ね、そういう意見、あのイベント、大会ロビーを使ってやられてる方はそのドラの遊び方を もう少し、ああ、なるほど、はい、そういうところで、まあ、ドラじゃないですけど割れ目も含めてそんなことできたらななんていう意見はありましたね。なるほど、みんなドラいっぱいある方が好きなんだ。大会だとちょっと変わったドラがある。赤6なんか例えば3をドラにしたりとかそういう設定とかですかね、うん、ああそれもね、はい、うん、言われたことあります、ね、みんないろんなこと考えるね。金入れたいとかね。はい、そうですね、金は合うと思いますね、やっぱり。そうか、だってローカルルールいっぱいあるもんね。だってあれ、天保はあれですよね、あの振り点リーチなしのルールはないですよね。振り点ないですね。ないですよね、振り点リーチできるようになってますもんね。うん、そうですね、まあ、4人打ちだとさすがにどこでもありが多いですけど。いや、そんなことないよ。そうですか。もう地方行ったらね、あ、もう振り点リーチできないとこ多いよ。リーチ後の見逃しできないとかね。はい、振り点リーチはできるけど、リーチ後は見逃しちゃダメとか。あ、先輩の、はい、
はい、ああそうですね、はい。地元フリテンリーチできない、やっぱりいろいろね、まだでもネットマージャンの普及のおかげですごくルールがね統一化されてっていうか、ルール説明の時間は結構減りましたけどね、僕ら大会とか運営してと思うのは、なんでこんなにたくさんルールがあるんですかねみんな自分の好きなルールで打ちたいからじゃないですか。例えばいや多分ね、やっぱり雀荘、まあ、こんな言い方もおかしいかも、そのちょっと不謹慎かもしれないですけど、うん、その要は知らない人をかもりたいという動機なのかなって思ったりして、うん、というのは知らない人、その、うん、まあ自分の得意なルールとかちょっと変わったルールで慣れてない人ってことですかね。そっかそっか、なるほどなるほど、まあそのどちらかというとそういうあれよか、よその店との格差をつけたいっていうのが強いじゃないですかね。結局同じルールでやってたら、あのフリードリンクとかサービスの強い方に皆さん行かれるじゃないですか。なるほどなるほど。でも逆にそこでルールでの格差をつけてっていうのが強いと思いますね。なるほどね。そうですね、そう考えた方が自然ですね、うん、公式でチーム対抗戦やってほしいですという、あどういう、ね、昔ありましたね、はい、これでも運営の負荷がものすごい、そうですね、はい、どう、ごめんなさい、僕それ知らないんですけど、どういうシステムだったんですか。それ、それはね、システムで大会の開催ルールのことですか。ああなんかすごい赤いですねっていう人知れず、人知れず羽間の天敗してますが、町がめちゃくちゃ悪いですね。天皇の中でっていう大会ってことですよね。天皇で大会のそのロビーを使って人がその対戦組表とかをそのクリックで設定して、集まってください打ちます、集まってください打ちますっていうのを延々とやってて、それをなんとか持続できれば公式でやってみたいなとは思うんですけどね。うん、面白いと思いますよね、はい、そういうチーム戦は絶対燃えると思うんでね、うん、本当に、まあ、万能な方は今は麻雀を食べてます。なるほど。いやあれはねしんどいですよ。あそうか、太郎さんが何、うん、まあっていうか結局一箇所にみんな集まってればいいですけど、うん、本人の確認がどうのこうのっていう、ああなるほど、ダイソーさんが走ってるかもしれないみたいな、まあまあまあ、なるほど、いろいろ、まあ、いろいろ、うん、まあその結局人も多いから一人いないよみたいな、はい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 、ダイソーみたいな。今は LINE とかあるから結構その辺はもしかしたら少し楽になってるかもしれないですけどね、うん、確認とか意外と取りやすい状況にはなってるかもしれないですけどね。僕自分のサロンの中でセットやるときは常に LINE でスケジュール合わせして今から始めますよってやるから結構便利ですよ、まあ、僕のグループなんてせいぜい12人なんで、でも結構さっきみたいに展望の持ち越しで団体戦やってみたいな。あさっきみたいな大会やってみたいっていうのはたまにありますよね。それは設定できるよね。あ最初の持ち点が10番点からは確かできるようになってるんで、とりあえずそんなとこですかね。逆になんか角田さんの方から視聴者の方にお伝えしたいこととかないですか。今そのスマホでも遊べるようにとずっとあ、はい、やってるんですけど、はい、それはもうぜひお願いしたいですね。やっぱりスマホで打ちたいですね、うんうん、はい、ただやっぱりちょっと気になるのがその
なんというか打ち手の切断だったりとかそういうのの増えることによって、まあ、あの段位戦の質の低下っていうんですかね、スマホでやってるとやっぱりその急に電話がかかってきたとかで中断したりとか電池が切れたとかでそのパソコンより絶対にその切断が増えると思うんですよね。そうするとやっぱり自分、まあ相手の切断も嫌ですけど、はい、自分が切断されるのも嫌だからやっぱり本気で打ちたいときはパソコンで打ちます。そうですよね、はい、優先、うん、いつスマホ打つんですかね。でもやっぱり特上とかそのまあなんかあの法宅に行かないまでもその上級宅とか特上宅でフラッと打ってフラッと切断するっていう、まあ、人が増えると相対的にやっぱりその上の方の宅にも影響は出てきちゃうと思うんですよね。そこが勝ち上がりやすくなることによって、うん、そうだからねたまにね、はい、あのまあ、スマホ版って開発して行き詰まるんですよ、はい、あれでもサーティンさんは本気で打つときはやっぱりなんかパソコンで打つ、うん、みんなでも結局パソコンで打つんだって思ってっていうこともあるんですよね、はい、これ結構きつくてね、どうなんでしょうね、難しいですね。他のサイトに行ってるんですかねって言っても、うん、まあここで聞いてもあんま分からない。まあでもこれからの時代は、ね、スマホが入っていると入り口がすごく増えるような、ね、うん、とりあえずやってみたらみたいな感じでね、はい、スマホ版転法としてもなんか別の団員戦にしちゃうとやっぱ人離れちゃいますかね。なんか別の団員戦っていうのはちょっとやっぱり最終的には厳しい、うん、最初は例えば雀荘戦で始めるとかそういうのはありだと思うんですけど、最終的に団員戦とつながないと、うん、まあ、全く同じルールでそのなんというかポイントを共有しないってやったらやっぱりダメですかねそれは。あ、だからゴール、はい、イントロはありだと思いますけど、はい、ゴールをそこに設定するのは難しいですよね、うん、はい、やっぱりちょっとなんかそれで法オタクの例えば本当に平均レベルが1段分下がっちゃうだけでもものすごい影響が出ちゃうと思うんで、それはちょっと心配ではありますね。うん、そうですね、はい、仮にもしそうだとしたらレベルが高い状態を維持するのは、はい、レベルの高さを維持する方向に一つなんか手を打つのはありかもしれないですね、はい、例えばスマホは法オタクダメとか、うん、もしくは スマホ多いとか。なるほど。スマホ多いですね。スマホ多いですね。スマホ多いなんか名前がいいな。スマホ限定。そこからちょっとあさってに向かってもらう。なるほど、ね。面白いですね。スマホ多いな。スマホ多い受けてますよ。受けてますよコメントも。こういうなんか言ったらあれですけどくだらないなんか雑談のな。なんかからポッとできたのもね、意外と本気でなっちゃったりするから結構楽しいかもしれないですよ。じゃあ次、梶本さんですね。はい、あ、本当だ。じゃあちょっと、あ、そうか、これをじゃあ、はい、はい、はい、え、太郎さん今なっちゃったからあれ、サイエントがいやーやばいことになってますよ、連続5000の成績が。そうそうそう、すごくね、127こんなないんだけど、取ったことないですね、取ったことないんだけど。いや、僕も人のこと言えないんですけど、さっきからところで3時間見てますが、まだトップありませんよ。嘘あれ、梶本さん、取ってない。僕トップ2着です。2着か、はい、え、しかもその次サイレントラスだったんで。なんという低次元な。スマホだとパイが小さくてクリミスだらけで、まあ、確かにね、うん、そういうことによってなんかもう全体的にやっぱり段位っていうかもう今の、まあ、例えば7段の人とそのスマホ版ができた後の7段の人を比べて、まあ今の方の7段の方が強いってなっちゃうと、うん、まあいろいろやっぱり生態系が壊れちゃって、なんか、なるほどね、うん、変なことになるというのは心配なんですよね。感染だけでもっていう話があったよね、うん、そうですね、感染だけでも需要はあると思うんですけど、うん、ただまあ感染だけのアプリになっちゃうっていうのは寂しいのは寂しいですよね、うん、難しいです。はい、うわ、この人たち弱いってかつてここまで弱いことがあっただろうか。いやな、合計僕ら全員でどんだけ負けてます。いや、やばい、250ぐらい負けてますよね、うん、
工藤さん。また来た。まだつなが、キコさん。やれちゃってますよ。さあ、皆さんご質問あったらお願いしますよ。よいしょ。はい、何かありますか。スマホ。天方位の上を作る予定というか、角田さんはそういう あれを作りたがって作りたがってるという感じですけど、作りたいとおっしゃってましたね。はい、太郎さんがやってた時、チーム戦って何人ぐらいのチームだったんですか？結構ありますね。参加チームですか？なんかめちゃくちゃありましたよね。総人数ですね。何人ぐらいいたんですかね。なんかかなりありましたよね、あれ。もうだいぶ前のことだから覚えてないけど。どんなもんなんだろう。まあでもやりたいですよね、チーム戦はね。なんかで単純に、まあ1対1でもいいかもしれないですけどね。1対1、なんか東西戦みたいな、はい、ああ、うん、県なんか甲子園っぽいやつとかとか都道府県。まあお、梶本さんが調子出てきました。イエーイ、手代わりの辻リーチ人として、うわー、あ、うわあ、めっちゃ切りそうでした。自動上がり押しなかった。つどさん、ありがとうございます。つどさんのおかげです。今のあれは核片が入ってます。今なんかつどさんスイッチを押してくださったんですよね。冗談です。任せてください。ドラがわかんないっす。ドラはパーピンでした。おお。つどさん、最近天保のユーザーが本をいっぱい出してますけど、何か読まれたりはしないですか、特に。うん、あ、ごめんなさい、あまり読んでないんですけど。なんかどう思います、それについては。いや、本当にすごくいいことだと。すごい、まあ、その、うん、一つのなんか文化圏みたいのを作りたいっていうふうにずっと最初から思ってて、うんうんうん、まあ、ゲームで遊ぶっていうのはすごくこう付き合い短いですよね、人生で。はい、だからなんかそういうふうに、なんていうんですかね、天保のサイトを中心にしていろんなことが起こればいいなとは思ってますよね。実際にそのネットマージャンから本を出してるっていう、まあ、自分で言うのもあれですけど自慢かそれってその他のネットマージャンでは全くもう例を見てないことなんで、うん、はい、いや本当にそれはあなたがねそういう歴史を作ってるっていうところが大きいと思いますけどね。すいません、なんか自慢みたいになっちゃって。自慢か。作品さんは、作品さんはすごいですよ。いやいやいや、もう本当に僕も僕はね、初代の天保位が朝ピンさんだって言ってるのはすごくいいこと、天保にとっていいことだったと思ってるんですよね。ありがとうございます。僕も天保がなかったら今全然もう本当に全然違う生活をしてたと思うんで、はい、いや多分ねそんなこともないんじゃないかな。もうなんかこう天保に来る前からだってすごいこういろいろな能力を発揮されてるじゃないですか。変なことはしてたんですけど、ね、はい、だからどこで話さく大体ねその才能のある方っていうのはデビューはどこで出るかっていうのはまあサイコロ振るようなもんなんですよね。いろんなとこで活躍されていくんですけど、アイドルとかそうじゃないですかね。はい、うん、角田さん役満上がれませんでした。あ、ごめんなさい。あ、本当だ、なんか役満だった、気づいた。本当だ。いや、まだ言いちゃってんでしたけどね。ちょっとボタン押し忘れましたね。ちょっとこっち話夢中にさせてたんですいません。実は今度学生マージャンの方で実験的に東大対抗戦みたいなのやるんですよね。リアルで。あの、ね、テンフォを使って。ああ、そうなんですね。はい、
まあ実際どうなるかわかんないんですけど、一回それをテストでやってみて、で、学生の、その学生麻雀とかの交流に天保というのを使えればなと。そうですね。やっぱり東京とか関西とか、まあそうやって集中してるところは、まあ学生の人たちもいろいろ交流ができるんですけど、その要はもうちょっと地方に行っちゃうとなかなか交流ができないじゃないですか。うん、そういう人たちのあれに手の方が使えればと思って、うん、ちょっと今いろいろ考えてます。いや本当に学生ね、もう打ってる人多いですよね、うん、結構。として使っていただくっていうのは本当にありがたいと思ってます。そういうのは、そういう立場がむしろ天保が一番いいと思ってますんで、あまり何かイニシアチブは発揮できないから。でも実際なんか その中で要望とかあったら言ってください。多分要望はこの後実際にやってみて出てくると思いますんで、それまた後ほどいろいろご連絡させていただくと思うんですけど、でもやっぱり学生は本当に天保ユーザーがめちゃくちゃ多いので、でまたそういうところに朝ピンとかそういう天保イとかの方々が絡んできていただくと、また学生の方もすごい盛り上がってきますんで。いろいろな可能性、やっぱりネットだといろいろな可能性が出てきますよね。今までこのように使えなかった部分もあるかもしれませんけど。あ、そういえば、はい、あ、いいですか、今。なんかコメントで今ありましたけど、電脳洗脳天保版、この前角田さん、話題にされてましたね。あれは、僕もぜひとは思うんですけど、実際、実現ってできそうな目処ってあります？かなり長期的な計画になると思いますけどね、はい、そうですね、実現、まあそんなにそれもすごく難しいわけでもないんですけどね。僕やってみたいですね。そのなんかすごい強い麻雀のプログラムを、まあ僕プログラム組めないんであれですけど、そのなんかなんていうんですかね、そのどういうところを見てその判断させるかっていうのを、そういうのとかちょっと作ってみたいなと思ったりしてるんですけど。え、アサピンさんが？はい。そのなんだろう、コンピューターで強い麻雀コンピューター作るときに、そのどういう指標で動かすかっていうのを、そういう部分のことっていうのをちょっと考えてみたいなっていうのは。でも多分その実際に人間が手牌を見ているように思考ルーツ、はい、プログラムを書くとあんまり強くないと思いますよ。うん、それをまあものすごく簡略化して機械化して強くするっていうのをが、まあ多分今だと一番強いとは思うんですけど、なんかそれよりもうちょっと先に行くようになんかうん、できたらいいなとは思うんですけどね。多分統計的なバックグラウンドを持った思考ルーチンで戦うっていうのが多分強い、それなりの成果を上げるとは思ってるんですけどね、はい、切られた牌の種類とか、まあそのなんか順番とかによってなんかパラメータがいろいろ内部で変動してみたいな、そんな感じで、例えばこの今の盤面とか見てもこう言語化できない情報っていうのがものすごくたくさんあるじゃないですか、はいはいはい、シャーチャーが最初に E1、スー1って切ってるとか、はい、そういうのを含めてなんとなく統計でざっくり、はい、だからその強い人の、あ、トップですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その多分 E1 数1とかのその枚数だけを数えて統計的にってやるのは今でもできると思うんですけど、例えばその E1 数1って切ってるのが逆に数 1E1 だったりっていうのを、はいはい、それで差をつけるっていうのは難しいですよ。多分現実的じゃないんですよ、アプローチとして。だから統計的にヒューリスティクスに従って、はい、その確率的に選ぶっていうのが多分落としどころで、うん、そうすると、なんかその落としどころをどこに持っていくかも面白いですよね、なんか。
だ結構ね、やる人のモチベーションが、はい、まあ、人間と対戦させるのはとても危険ですし、はい、危険っていうのは多分ね、うん、なかなか、アサピンさんはだってもう顔つきが、だって俺勝ってやるからっていう顔つきで、ね、話してるじゃないですか。いやいや、そうなんです。もう本当になんかもう、いや本当ね、デッキも可能な限り強いマージャンコンピューター作れたらすごく面白いだろうなと思います。それを使って何、やっぱそのマージャンの真理を求めたいとかそういうことなの、それとも対戦してみたいとかそういうことなの。いや、何がしたいんですかね。なんだよ、なんだよ。ただ見てみたいみたいな。ただちょっと強いコンピューター作ってみたいな。あ、そうなんだ。好奇心ですね。まずは第一歩として、そのコンピューターだけで一番強い思考ルーチンは何かっていうのを作るのが大前提だと思ってるんですけどね。まあ、そのアプローチで、あの4人最低その思考ルーチンが集まれば対戦できるようなフィールドを作ってみたいんですよね。はい、うん、天保の第二戦に掘り込んでひたすら打たして何段までいくかとか。あ、なるほどね。それはね、うん、やっぱりみんなそう思います。うん、ね、あ、僕です。はい、サピンがプログラム作ったらいいや。僕はプログラム現状組めないですからね。勉強しないと。そしてその仕事をしながら、それはちょっとさすがに厳しいですね。ね、保証書籍も出されてるし、やっぱり言語化したりその する思考体系があれば、はい、プログラムっていうのは、うん、あの、うん、不可能ではないと。うん、自分でプログラムを覚えるのはなかなか厳しいな、さすがに。うん、いや、もうね、アサピンさんのためだったら5回やりますよ。本当ですか。いや、もう本気にしちゃいますよ、それは。開発者と組むのはありじゃないってことは、だから角田さんにがプログラムしやすいように、はい、アサピンがうまく伝えるっていうかな。うん、まあ、その麻雀、やっぱり麻雀打ちはどこまで行っても麻雀打つことしかできないっていうとあれですけど、まあ、麻雀打つ方に特化してるんで、もう研究者、今は麻雀研究すごい進んでるんですけど、研究とかにしたかってやっぱり本当は研究者と麻雀打ちが組んでやるべきだと思うんですよね、今は。研究者は何、なんかその数字はたけても何を研究すべきかっていうのはやっぱり分かってなかったり、うん、どこを見ればいいかっていう大事な場所っていうのがやっぱり、うん、まあ、麻雀打ってる人じゃないと分からなかったりするんで。あ、画面をすいません、はい、と例えば今そのデータ取ってるけど、それが本当に正しい取り方かっていうのは分かんないよね。はい、うん、でもね、それっていうのはやっぱり研究者だけでやるより、まあ、もちろんその麻雀打ちだけでやるより、どっちもなんか組んでやった方がいいと思うんですよ ね、 すね。まあ、現実的にはそのお金の問題とかでなかなかそんな麻雀の研究と、ね、チーム作ってやるわけにもいかず、なかなか難しいんですけど、まあ、福士さんとあの今あの出してるミニーさんとか根松さんとかは近いことをやってますよね。うん、前にそういう方向でいけば面白いなと思うんですよね。もうあのトッププロの方と研究者が組んで、うん、こういう数字を研究してくれとか。うん、はい、うん、まあ、僕もあの最近の書籍読んでないんで分かんないんですけど、まだまだプレイヤーと研究っていうのはあまり組み合うのは難しいんじゃないですかね。うん、どうしてもプレイヤーってこう美に入り才に入りみたいな、そういうテクニックを、はいはい、に注目しがちじゃないですかね。うん、もっと統計ってそういう ところ、うん、の話とは少し違うかもしれないんで、はい、そのテクニックの部分をデータを取るっていうのができると思うんですよね、その、うまいこと。うん、まあ、もし統計的に優位なくらいのテクニックが出たら多分本が一冊書けますよね。はい、うん、ま
実際こんなんか例えばスライドで読みをずらすとか結構最近だと流行りだったりするんですけど、そういうのが実際この場面でやったらどれぐらい有利に働くかとか、こういう状況でやったらとか、そのなんかだいぶ難しいですけどね。超難しいよね。細かすぎねえか。まあそれはちょっと極端ですけど。チャレンジ、麻雀に対するチャレンジ自体が、まあ、受け入れられる土壌がすごくあるんで、まあ、インテリの人がそのたくさんいるっていうのがこう感じられますから、うん、そういうのをどんどんやるっていうのはいいですよね、うん、じゃあその思考、そういう統計を取ってみるとか、はい、ちょっと何かもし協力できる部分があったら言ってくれれば。 ありがとうございます。アサピンさんのお家にたくさん送りつけるんで書類とか書類じゃないか、データか、メールアドレスいっぱいになるくらいの配布があるんで。配布は300ギガ以上あります。300ギガ。その例えばそのパイフあるじゃないですか、そのパイフから自動である程度なんていうかその統計的なものを取るようにっていうのはしてないですか。まあ今だとリーチーズとかそういうのは残るんですけど、うん、それは興味がある人がやっぱりある程度その指標を作ってやらないと難しいんで、例えば僕がそこまで理解が到達してないたくさんあるんで、はい、例えばなんとか率とかっていうのをどん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 やるのはいいと思いますけど、それはでもやっぱり専門的な人がやった方が組んで何かやってみたいなっていうふうには思いますけどね。はい、そう、津田さん今ボタン押したでしょ。間違えました。朝日に親かぶりさせようと思って、これいつも思うんですけど、例えばこれ朝日さんのもう一つの ID の方があるじゃないですか、はい、思いっきりマークされてるとかっていうふうに感じますかね、打ってて。まあそのなんていうかやっぱりその不特定多数の人と打ってるっていう印象は相手にあんまりないとは思うんですよね。それがあいつやっつけようっていうふうに思いますよね、うん、どう働くかは分からないんですけど、まあ、例えばその、数フードした時とかの対応とかっていうのは変わってるかもしれないですね。 それは体感的にどう思います？主観でいいんですけど、2フード入った時に どうされる、まあ、そのちょっと普通だったらその仕掛けの何だろう精度みたいなのが分からない人に対しては、これは切ればいいのか、ちょっと待ってください、すいません、うん、精度が不明な人に対してはこのぐらいは押すけど、まあこの人にだったらこのぐらいからはやめとこうみたいな、そういう若干の人読みというか、そういうのは入れられてるかもしれないですね。いや昔その100戦打たなきゃならない大会でドッポさんも優勝したんですよね。ああはい、うん、いやそれってでもじゃあ1戦目からマークされてるってことで、いやすごいなーなんていうふうに思ったんですけど、まあ、ただその逆にうまくやる、その自分がこういうふうに思われてるからうまくやるっていう方法もなくはなくて。そうなんですか、それはいやらしいな。うん、まあうまく対人心理を利用するじゃないですけど、はい、そうかそうか、それはそうかそうか、なるほどね、まあ、僕なんかが思ってるよりももっと先があるってことですね。すごいな。まあ、なんかその辺まで行くともうなんか統計とかとちょっと変わってきてなんか変なことになってくるんですけど、言うほどなんかうまくできてるわけでもないと思います、多分、もう微調整っていう感じで。まあそのそういうレベル方まで行くとっていうのは、こう卓のメンツによってその打牌の選択って結構変わってきますよね。そうですね、はい、ランダム対戦だからこれが強いっていう選択があって、はい、そうなんですよ。
まあ、プロのリーグ戦だとそのもう少し、深い駆け引きがあるみたいなのは、まあ、よく言われるじゃないですかね。そのコンピューターでプログラムを作るときっていうのはそういうこうそういう分かりづらさっていうのはちょっと辛いところですよね。レベルとはまたちょっと違う話で、そのなんか相手の打ち方が分かるか分からないかと、自分の打ち方がバレてるかバレてないかっていう、そういうところでちょっと変わったりするんですよね、やっぱり。この人だからこれはないとか。はい、でやっぱりフォータクだとみんな結構強いっていうのはありつつも、打ち方が分からない場合が多いじゃないですか、お互い。この人がどんな打ち手なのか分からない。そこそこ強いことは、そこそこ以上強いことは分かるけれども、その打ち手としてのタイプとかそんなのが全く分からないっていう。なんでその不特定多数相手の最善手っていうのを打ち続けるとやっぱり結構勝てると思うんですけど、うお、なんだこれ。分かりたかったですね、これね。高い高い。そして気づいたらラス、ちょっとなんでやねん。いいぞ。僕なんか悪いことしてましたっけ、これ。え、してないよ。まずい。麻雀で最終的に強いっていうのはそういうこう相手に対する順応能力みたいなことになるんですかね。まあ本当に僕はどこで勝つのを目指すかによって全然違うと思うんで。まあそうですね。はい。プロの例えばそのリーグ戦の上の方で勝ちたかったらもう天皇とは全然違う能力が必要になりますし、多分ですけど僕出てないんであれですけど、だからその例えばまあトンプー戦のフリーだとかそういうところで勝つためにはそのやっぱり泣き読みの力とかのどうやったらどうやって上がるかっていうのをがすごく重要になると思うんですけど、天皇では別にその能力っていうのはその最重要では全然ないんですよね。むしろウェイトではそんなに高くなかったりもするんで、もうルールとかメンツによってその必要とされる能力のウェイトが全然違ってくる。だから僕は本当にたまたまあの時期の天皇で勝つためのなんかウェイトがバランスが良かっただけなのかもしれないし、運で勝ったのかもしれないし、わかんないですけど、ただその他の場で勝つための能力はまた別ですね。天皇はマラソンっぽいって書いてある。うん、マラソンっぽいですね、確かに。こっち押すしかないんですが、取ったね。なんで今さっきの上がれないかって、太郎ちゃんがラス引いた時にガッツポーズした報いが来てるらしい。いや、間違いないね。あ、ラフ回避。あ、ラフ回避です。ラフ回避した。ついてるね。ついてますね。いや、何点さすが97位です。マイナス75。75か。はい。いやー、俺ね、トップ条件だな。死に。セコピー。いやー、すごい。プラスが 5.0 しかない。マイナス 75.0 出るね、了解。はい。ちなみにこの5000、連続5000の最大合計トップっていうのは、これ朝ピンさんだったら本気で打つときはどうやってします？本気で打つときは、まあ、とりあえず1回目に、まあ、そこそこでかいトップを狙って、でトップ取れたところからスタートっていうイメージですね。なんで何も始まってないです、まあ、今日はあの3人で競争してるんでちょっと別ですけど、はい、その大会として勝ちに行くのはそうですね、まあ、だから本当に最初の時間がもう有り余ったら最初の時とかも100万しか狙わないでもいいかも。デカトップを取ってからの勝負、はい、デカトップ取ってから勝負。それかまあでもただ普通にトップ取りに行って回数こなすのも全然いいと思いますし、どっちかだと思いますね。この大会の趣味でいつも入賞する人、結構入賞する人って結構いるんで、はい、ただやっぱりトップの人が5連勝してるわけでもないと思いますし、常に
だからそのむちゃくちゃのトップ狙いに行く必要もそんなにないかなとは思うんで、ただ普通に1回目、まあ普通のトップを狙いに行って、そこからスタートで数こなすっていうのも全然いいと思います。さあ、おい、あ、ヤゴさん画面もすいません。おい、いつ始まるんですかね、アサピンの今回のバージョンウォッチが。まだプレイボール、もう終わりましたよ、もう終わりましたよ、プレイボールじゃない、プレイボールさあ、俺いくつだったかな、120いくつですよね、だから50だから、75で。ちなみにどんな感じですか、今ね、40何位とかですね。ああ、でも割と今でもこの中で最強ですよ、この中で最強です。いやでもひたすら打ち続けてますから僕らより回数めっちゃ打ってますよ、多分張り合わないよ、そこではい、はい、じゃあ太郎さんの52差、75つったっけ、よいしょ、75.0 です、はい、52、52、100位以上なら実質勝ち、100位以内、52ってことは何点ですか、ん、52ってことは42,000点、そうですよね、このルール確かワンツーだと思うんで、はい、42,000点、42,000点トップ条件、小石な、最後のワンツーが本当しょうもなかった、なんかしょうもない打ち込みあれはあれ人知れず悲惨なことになってました、いや全然気になくてよかった、始まりました、あれが、あ、谷口さん、あ、本当だ、最後にとどめ刺される新人王と新人王新人になってますね、プロマークの人そうですね、あ、なるほど、番組見てあれしたんじゃない、はい、まあ仕事から今さっき帰宅して、あ、ね、なるほどなるほど、あ、なるほどなるほど、プロ ID の人はなんか協会の新人王、はい、今年の新人王です、今年の新人王さんが、うん、ハゲらしいんですけど僕まだちゃんとお会いしたことがないんで噂だけ聞いて、はい、なんかこの時間から参戦しておられるということで、あ、そういえば角田さん、あ、プロの方のことで思い出したんですが、日本オープンとか、竜王戦とか、プロの方のビッグタイトルに、天皇から、参加権を、なんかいただいているというか、なんというか、はい、参加枠が今あるじゃないですか。ああいう枠っていうのは、今後も結構増やしていけるなら増やしていきたい感じですか。はい、ちょっと今のところ特にそれで活躍まあ僕も1回出て惨敗だったんであれなんですけど、今のところ結果が、はい、ちょっと出てないので、出たいの、僕は出たいですね、やっぱり、うん、そう、こちらももちろん優勝してほしいっていう期待の前提でやってるんですけど、はい、なかなか難しいですよね、うん、なかなかやっぱり枠をじゃあたくさんシードをもらえばなんかちょっと優勝にミソがついてしまうような気もして、うん、そうですね、それだったら天皇が優勝してしかりな人数じゃないみたいな風に言われても、うん、だからまあ数と辛抱強くやるしかないのかなと思っていて、はい、大体64分の1くらいですね、一番下のシードって、そうですね、はい、まあ、結構いいところまではもらえるんですけど、やっぱり周りもみんな強いんでなかなかそこから勝ち上がるのが難しいですね、うん、前年のタイトルホルダーがベスト8くらいでしたっけ、そうですね、ベスト8とかベスト16とかそのあたりからですかね、はい、結構上の方からかなり上の方から、うん、竜王戦とかはそうじゃないですかね、うん、まあ、昨日開催したベスト1、そうですね、はい、そうなんです、昨日というか、昨日おとといぐらいにちょっと関西で初めて大きい大会がありまして、はい、ベストワンカップっていうタイトル戦が今年からできたんですけど、はい、それとかでもし来年ぐらい
天保枠をいただけるんならいただけるならっていうと変ですかね、 なんて言えばいいんだろう、あの天保枠っていうのをちょっと、はい、もしあの予選とか開催していただけるんだったらぜひ作りたいなとは思ってるんで、はい、はい、交通費とかも宿泊費とかもそのあたりちょっとあのどっちでどう負担するかとかちょっと運営委員会と相談の形になるとは思うんですけども、その竜王戦と日本オープンは協力していただいた方の提案、はい、あのシスさんですかね、あ、いやいや、それはまあ、あ、違います、はい、うん、あ、麻雀の大会って結構全国から参加するのってものすごいこう出費になるんですよね、はい、そうですね、北海道からだ例えば2泊とかしちゃったりしたら、はい、ね、はい、まあその学生とかならいろんな夜の過ごし方あるでしょうけれども、やっぱ社会人になって、はい、うん、ねえ、な何泊かしたったら10万くらいかかる、ね、見積もりだってできなくはないですから、はい、そうするとやっぱ結交通費とかを出すっていうのはすごく意味があることだよなんていうふうにその、うん、なって、で交通費宿泊費を協賛していただいたシスさんのところから、はい、出させてもらって賞金も含めて出させてもらってるんですよね、はいはい、うん、同じ構図になれるといいですけど、はい、例えば関西で関西の億万長者をじゃあ一人関西の億万長者まずスポンサーを見つけるというか今視聴者の方の中から億万長者一人誰か名乗りを上げてくれれば、いやね、今時昨今いますよ多分結構そのそうですね、なんだろう、こんな言い方あれです、その自慢したいけどできないっていうか、場所がないっていうんですか、はい、ものすごいなんか株でも儲かっちゃったけど、ちょっと誰にも言えないけどちょっとね、匿名で出資しようかな、石油掘ってくる石油掘ってたらもうぜひやっさせてもらいたいんですけど、もっとなんかこの経済成長に伴ったような成功された方っていうのがいるのかな、どこに億万長者いるかわからない時代ですからね、もう。いや天保ってね、ほんといろんな人いますよ、はい、なんかそんな話この間ブログで書かれてましたね、まあ、単にこれは人数が多いからっていうことだと思うんですけど、うん、コメントが見えないけどなんか僕の名前がアサピンの印税でもう一人養うので精一杯です、それ一人一人一人のなんか一人誰か、誰かいるの、じゃあ自演で出ます、じゃあ天保って蓮舫ないの、天保は蓮舫ないですよね確か、あ、蓮舫、はい、どうだったっけ、クラウドファンディング、その何かそういうのをやるときにこう人がいないんですよね、うちはね、誰かエージェントとして、いつもね、僕ね、だから申し訳なくないと思ってるな、僕ね、必ず川下さんにね、メールしちゃうんですよ、はいはい、たまに川下さんに本当にお話がしやすくてたまに行きます、企画の時に、いや、その、麻雀何かあったら恩返しを しなきゃなとずっと思ってるんですけど、なかなか、いやいやいや、そのいいんですか、うん、なんか、なんていうんですかね、そのまあ僕じゃなくても多分いいと思うんですけど、その麻雀のなんかこれが麻雀の考え方として正しいですかみたいなとか、例えば、うん、多分麻雀師の見方からの目線とかだと思うんですけどね、うん、そういうところ、うん、やっぱり川下さんその辺のなんか視野というか、もうあれがすごいひどい方なんで、もう最適任だと思います、ね、いやいやそんなことないですよ、いやいやそんなことない、そんなことないです、全然本当ですよまあもうこのぐらいのジャンルしかないですよ、僕はもうマイナス120
何位なんですかね。この前流れた脂肪ですね。またアサビンがガッツポーズする展開。もうこの世の中やったら終わりですよ。でもこれ上がれると一気に。サボちゃん谷口。あ、そうですね。はい。その勝負がけの曲でプロ引いちゃったんですね。そうなんですね。新人を。あ、そういえば、これは角田さんに言うべきことなのかどうかもちょっとわからないというか、自分が言うのもあれなんですが。あ、もしもし。はいはい。はい、天保名人戦で、なんかあの、結構要望として人、なんか人があまり変わらないっていう話を聞くんですけど。あまり変える気は。いや、そんなことはないですけど。うん、例えばどんな、まあなんか難しいですけどね、その今まで出てる方をじゃあもう次はっていうのも変な話ですし、なんかどうすればいいのかあまり具体的には分からないんですけど、まあ僕も本当なんか前回で優勝できなかった事態だなとか思ってたんですけど、もう次あたりから人数的にも。うん、まあ予選をするっていうのは、うん、方としてはあり、はい、予選と足切りっていう感じですかね、はい、全員入れ替えることはありえないですから、はい、今はまだ歴史が浅いんでストーリーが、うん、まあ今までこれまでの流れっていうのはその小林号ストーリーがあって、はい、でバッシー、はい、サピンさん、はい、まだまだこうもうプレイヤーが固定してた方が物語が作りやすいところが多少はあるのかなと思っていて、なるほどね、まあ、なんとなくですけどね、はい、まあ、10年20年したらもっと違う方がいいのかもしれないですけど、難しいですね、やっぱり麻雀界本当に強い人いっぱいいるんで、いろんな人を見てみたいっていう意見もやっぱりあるんですよね。パソコンのスキルも同時にある程度信頼できないと、これがまたどうしても、はいはい、ちょっとパソコンというか、まあ、天保もある程度ちょっと練習してもらわないと、これも、はい、そうですね、ちょっとボタン押せなかったっていう後でもし言われたとしたら、はい、やっぱり見てる方は多分そのね、あの打ってる方の評判とかもあるでしょうし、はい、天保名人戦の枠をかけたプロ予選みたいなのがあってもいいかなと思ってそうですね、まあ、ね、はい、出てくれるかどうかわからないですけど、多分出たいっていう方は結構いらっしゃると思うんですよね。あ、そうですか、はい、まあ、プロ同士で戦っても、はい、っていう環境がもし設定できるとしたら、すごくそれはありですね、はいはい、あまり麻雀ってこうごちゃごちゃ混ぜすぎると、うん、例えば、ね、今日のランキングで例えばプロが上位に入ってないというのは別に誰も何とも思ってないじゃないですか、はいはい、あんまりなんかガチできて、うん、そう同じ構図になっても、プロ同士でぶつかるっていうのは構図としてはありですよね、うん、そうだ、同じく天保一星でぶつかるとか、はい、うん、そう、天保予選があってもいいと思いますし、もうこれから先人数増えてって、うん、もう名人戦、ね、このままの人数でやるのも多分難しいと思いますし、うん名人戦の前哨戦という感じで、天保予選、プロ予選、宝卓予選とか、なんか予選を増やしたら面白いかなとはちょっと思います。そうですね、はい、そういう形が多分自然に見えるように成熟してきたということですよね、うん、はい、うん、
コメントもいろいろありますね、うん、メンツよりか週末にしてほしいっていうのもあるし、あむしろテンホイだけでやってほしいっていうのもあるし、はいはい、まあ、あそれ僕はそのそもそもなこれタイムシフトで見るっていうのは残念ってことですかね、うん、テンホ名人戦をですねライブで見たい、あ参加したいってことか、あ見れるのか、あそうか参加したいっていう人ですね、多分あのまあ、いや見れんっていう、見れんっていう、うん、見れない、だからやっぱりライブ感が欲しいっていうのはある人なんでしょうね、ツイッターとかで結果が出ちゃいます、あそっかそっかそっか、なんかこのニコ生とかでもやっぱ録画放送とかあるじゃないですか、うん、それよりも全然生放送の方が見ますよね皆さん多分、なんかなぜかなぜ か, なぜかですよね、うん、これはあのちょっと間違いな質問かもしれないんですけど世界的にそうなんですかね、世界的にYouTuber のゲーム配信とかっていうのもやっぱライブですか、いや、これは録画じゃないですか、あれは録画です ね、多分ニコ生はそのコメントのやり取りっていうのがすごい他と比べて特化してるんだと思うんですよ、うんうん、で例えば自分が思ったのをまあ有名どころの、ね、小場美沙さんとかがポッと拾ってくれたりするのが結構嬉しいんじゃないですかね、そういうやり取りがすごいライブ感があると思うんですけど、視聴者の皆さんどうでしょうか、うん、まあ、でも多分そこだ、そこだと思うんですよね、それは天保名人戦に求めなくてもいいですよね、うん、なるほど、これチートイテンパですか、いやでもその天保名人戦だから取り上げられたいっていう気持ちは絶対にあると思うんですけど、うん、天保名人戦っていうコンテンツにそういう能力は多分最終的にないので、他でそれを求めてるからやはり天保名人戦にでも求めたいんじゃないでしょうかね、まあなんか難しいですねその、うんうん、だって名人戦でやってたら切れないですよ、コメント拾ってましたっけ、どうなんですかね、 そこそこは拾ってたかな、うん、でもそんなに拾ってないと思いますね、うん、まあそうですよね、ニコ生だからそのあとはユーザー同士のコメントのやり取りとかもリアルタイムでやっているんですよね、まあ生放送になってるっていうのは僕はちょっと放送の、設備を持ってないんで協力していただいてる皆さんのシステムに乗ってるだけなんですけど、やっぱりその、ま、生放送がいいっていうふうにおっしゃってましたよね、うん、マチオさん、いやでも僕自身はタイムシフトの方が好きなんですけどね、このそれはどういう理由からですか、いややっぱり、一人って見ると寂しい、ライブ感の盛り上がり、絶対的な絶頂のピークみたいなのは絶対あのライブにあると思うんですけど、うん、それを追求していくっていうのが正しいんですかね、名人戦は。じゃあ、どうなんですかね、その辺はね、なんか僕も考え方おかしいですかね、いやいやタイムシフトがの方がいいっていう意見はちょっと新鮮だったので、どういうところがいいのかなという、あいつでも見られるからという理由か、タイムシフトの方がいいのはスキップができますね、ああそっかそっか、あなんか、CM とか、はい、あの辺とか、あと角田さんがその競技性の部分をすごいなんか大事にしてくださってるという感じが、はい、そのなんだろうな、競技性の部分とあの配信のそのなんていうか番組的な面白さとっていうのをどっちを どのぐらいのバランスで調整するかっていうのは多分配信ですごく難しい問題ではあるんですけど、名人戦はやっぱり僕もちょっと競技優先で行きたいところはやっぱりありますし、ただまあその競技性を損なわない範囲での
面白くできる部分っていうのは、まあそうするとじゃあ最終的には土日がベストってことなんですかね。うん、話の始めまりはそこですか。そうですね、話の始まりはなんかだいぶ脱線しちゃいましたけど、まあ、平日とかっていうこともあったし、はい、まあそれはまあ結局平日だと見れないからっていう理由みたいでしたけどね。金曜の夜も割といい時間帯だと思うんですけどね。金曜の夜ってでもどうなんだろう、みんな普通の人は遊んじゃうから、まあ、遊んじゃったり、うん、まあ、あの仲間付き合いでいろいろ飲んだりとか。なんか配信って俺いつもおすすめするのは日曜の9時じゃねっていうふうに言うんだけど、多分そんなに遅くない時間で明日にも差し支えない時間がいいんじゃないのっていう、まあプレイヤーはねその時間は結構取られたらどうなんだろうってとこもあるんでしょうけど、太郎さん人知らず太郎さんがバイマンを取ってでも土日だとやっぱりプロの方の制約が大きくないですかね。そうですね、はい、うん、プロの方は平日の方が、はい、プロの人が進出してスケジュールを、まあ、別にその誰をどう優先してるとかっていうことでもないですけど、まあでもプロの本当の本場所ってそんなに夜遅くにはならないような気もしますしね。あの、うん、9時とかに始める分に関しては少なくとも自宅でやればいいものだしっていうふうには僕は思いますけどね。まあただなんかタイトル戦があってその打ち上げとかなんとかっていう時間にはああ天保明治戦あるから今日は抜けますみたいなのもそういうのもあるのかなっていうね。でも、うん、僕はあんまりちょっとそこは積極的にコミットしない方がいいのかな、うん、その、はい、放送をライブで運営している方の嗅覚っていうか、うん、そういうものに頼った方が、うん、まあ、割といいものになるのかなと思ってるんで、結構ね人数が増えてくるとスケジュール調整とかね多分きついと思うんですよ ね、 ね、はい、12人って、うん、12人じゃあ1年間頑張りましょうって毎月いつですかって、うん、結構まあそれやっていただいてるんですけど、うん、結構大変ですよね。うん、まあ、ごめん俺この日ダメだわなんて言うのが延々とあるようなことでしょうからね。まあでもある程度その権威づきがなされた段階でもうこの日っていうふうに先に決めちゃうっていう作戦はありますよね。そのスケジュール入れないでみたいな、今はその融通が効く、まあ、繰り返している、総合的にそれを僕からは言えないですけど、まあまあそうですよね、やっぱり立場的にいろんな方が関与していただいてるんで、うん、まあ、主催する人、やっぱりマーチャーさん、マーチャーさんの影響は大きいですよね、はい、そう、サラリーマンには辛いっていうのはもうこれはもう本当にもう申し訳ないと思ってるんですけど、いろいろ総合的にやっぱり落としどころを探すしかないのが現実。アサピンさえ出場させておけば外れはない、来てますよ。そんなことはないですが、ありがとうございます。その、まあ、あの天保のプレイヤーだけで対戦させてほしいみたいなリクエストはちょこちょこありますよね、はい、うん、まあ、その今もやっぱりその天保名人戦のルールは一応、まあ、あの天保チックな馬のルールになってるんですが、あのなんていうか天保の段位戦とちょっとなんかだいぶ雰囲気が違うので、うん、もうちょっと天保の段位戦っぽくして、それのその上で天保位だけでしばらく戦わせてみるっていうのは面白いかもしれないですね。しばらくってのは、あの、まあ、結構な回数をあ、はい、それは結構な人数もってことですか。まあ、その例えば今だったら天保位9人、まあ、ちょっとマーク2さん連絡つかないかもしれないですけど8人、うん、で8人で、まあ、そこそこの回数のリーグ戦みたいな感じで
うん、でもそれくらいの人数だったら結局またなんか得意な方向に進化しちゃう。そうですね、進化しそうです、うん、ちょっと人読みとか入って変なんか変わったことになりそうですけど、またやっぱ男性とは違いますよね、はい、ただまあその、うん、内容は問わず、まあ、天皇の最強プレイヤーがとにかくぶつかり合うみたいな、はいはい、テーマのみでやってもらうしかないですよね、うん、そこになどういう駆け引きが混ざってくるかっていうのは逆にそれを楽しむスタンスで、はい、なんか今感謝さんがいや2000点ジャンクもセーフだもんね、なんで裏裏やねん、でもエンドって出てたから終わったんだと思ってたそうなんですよ。よくありますね。いや親に来て6000オールで変わるよって思ってたら、はいはい、なんか本当に法卓の団員戦のルールに近いその馬の配分でその素点が影響しないルールで、まあ、天方位だけで打つっていうのはちょっと、まあ、やってみたいし見てもみたいですね。名人戦は、まあ、あの特上の馬配分でしかもまあ一応頭取りっていうルールがあって、うん、天皇のルールだけどやっぱりトップも取らなきゃいけない、上をなんか結構上を目指さなきゃいけないっていうので打ち方が結構天皇とは変わってくるんで、本当に天皇の団員戦と同じ打ち方ができるルールで、まあ天皇位だけで打ってみるっていうのは面白いとは思います。はい、それも、まあ、あの見てみたいと思う天皇の方は多いと思いますし、それは例えばアソピンさんのチャンネルでやったりとかはしないんですか？ああ、もうぜひできるなら喜んで、はい、うん、ただもうその本当になんかどこの協賛もなく独自でってやるよりかはやっぱり何か の, その後ろ盾というか公式とかまあなんかあった方が、あ、もちろんですよ、はい、もうアソピンさんが手を使うってやるってことはもう公式ってこと。いやいや、今ものすごいものすごいことを、神の言葉が創造神のお墨付きがそのアサビンさんにはやっぱりいつかね恩返しをしたいなと思ってる、もうこちらこそ本当に恩返しをさせていただきたい、はい、まあでも今後天皇位同士のぶつかりっていうのは、はい、いずれ自然に、はい、出てくるでしょうね、そうですね、はい、うん、まあ、その天皇が長期あの成績で不特定多数と打つのに対してそれをなんか固定メンツで短期成績で順位を決めちゃうっていうのがなんか違和感は持ってる人はいっぱいいるとは思うんですけど、まあ、別物として割り切れば面白いとは思うんで、うん、はい、あれうまく起動しない、多分開いちゃってますね、これ。出すときどうするんだ。あ、ごめんなさい。なんかこの辺にあるやつを適当に押せば多分いけるとは思うんだが。違う。違う。おお。で、一回ログアウトしましょうか。起きてます。高原さん、そういえば高原さんが、これもうコピーしてあります。してある。あ、じゃあ。よ。はい。オッケー。よし。じゃあすみません、僕打ちます。うん、ちょっとコメント僕全然見れてないんですが。テオさん、はい、お願いします。コメントの方は全然見れてないんですが、高原さんの数字見よう。高原さんは天皇しないんですか？天皇あんまり、あ、角田さんのところであれなんですけど、あんまりやったことなくて。角田さんに質問、天皇位が R2000 切るとどうなりますか？角田さん。トイレかも。今、ちょっと席外されてるかもしれないですね。
か今カタッてなんか音が出てたし、はい、今のうちにそっか、なんか別の話、リアトラの話とかしなくていいのか。うん、そうですね、リアトラはちょっと、まあ、あのまだ告知出しなくて申し訳ないんですけど、今年はあのいつもは夏に開催してるんですが、ちょっと秋の方にずらそうかなと思ってまして、開催しないつもりではなく、はい、ということですね。はい、ちょっとまああのすごい私事というか、なんか運営の都合ですげえすごく申し訳ないんですが、最強戦のあのシーズンと物かぶりになってしまって、その9月とかのいい時期の3連休っていうのはもうジャンサクがほとんど動けない状態なんですね。それなんでちょっと日程的に厳しいかなということで、11月に3連休があるんですけれども、そちらの方にしようかなと。まあ、あの夏にこだわる理由っていうのは何かあるのかなと思ったら特になかったと思ったんで、はい、秋にしてみようかなと思ってます。リアトラって何？リアトラってのは天保リアルトライアルというイベントで、まあ大規模なオフ会みたいなものですね、はいはい、実際にリアルマージャンを打つという形でございます。もう4回やったんですかね、次が5回目。すごいね、はい、なんだかんだ言って、まあ、毎年1回やってる天保の大規模オフ会ですね。まあ、あの有名プレイヤー、天保プレイヤーとか、まあ、あの天保以外のあるマージャンプロの方とか有名人の方とかいろんな方にゲスト来ていただいて、まあ、みんなで楽しんで大会とかやったり、まあ、懇親会やったりとか、そんなイベントです。場所はという質問が来てます。場所は、まあ、毎年あの西と東で行ったり来たりしてやってるんですけど、まあ、今年は、また西に戻って、今度はもうシンプルにまた大阪にしようかなと思ってます。大阪はでも一番集まりやすそうだよね。そういう、うん、はい、何人集まるの？そうですね、まあ毎年もう100人は超えてますね。名古屋でやった時は、まあ、あの会場の、キャパシティの都合とかもあって、まあ100いかない、ちょっといかないぐらい、80とかそのあたりで、定員はあったんですけど、まあ、東京でやると200とかの時もありました、ね、箱を探すと大変だね。200はもう無理ですね、はい、2日開催にしたりとか、はい、マックス100ですかね。角田さん戻ってこられてますね。はい、抜けてたのバレてます。一回なんかあのご質問がありまして、何やったっけ、今ならいけるかなと思ったけど失敗だったな。何の質問だったっけ、あの、ある、あ、なんか質問が一つありまして、はい、レート2000を切ったた天保位はどうなりますかっていう質問が。え、ああ、首いや、宝卓入れなくて、宝卓入れなくて天保位なのに宝卓入れないみたいな、面白いな。シャオしちゃいますか。天保位が特上になっちゃう。そういえば、あの、例えば今はあの鳳凰卓、あの天鳳位はみんな鳳凰卓で打って天鳳位になった人だけなんですけど、今後特上卓で天鳳位になる人が出てくる可能性があると思うんですけども、はい、それはどうお考えですか。いや、まあシステムとして許容ならしょうがない、はい、そっちの方が取りやすいっていうこと。取りやすくはないと思うんですけど、まあ、ただその必要とされる能力が本当に違うと思うんで、その特上卓で天鳳位になる能力と鳳凰卓で天鳳位になる能力っていうのはちょっと違う能力だと思うんですよね。どっちが強いというわけではなく、うん、それについてアサピンさんはどう思うんですか。どうでしょうね、僕もちょっと難しいですね。例えば天保はそれを禁止するかしないかっていう質問だったとすると、認めますって逆に言っちゃった方がいいのかなとは、まあ、なんかそれを言うのも変か、まあ、なんか公式で全然問題ないですよって言っちゃえば、なんか誰も、うん、その変なとこでネチネチ突っ込む人もいないのかなっていう気は。ただ、まあどうあってほしいかっていうのは頂上決戦であってほしいってみんな思ってるんですよね。多分そうなんですよね。うん、
まあ、その昇段戦を例えば特上卓で最後打って天砲になるってことはできるんですよ全然。うん、でもそういうことをしたプレイヤーだって一生言われますけどね。うん、それを言われちゃう可能性もあるんですけど、でもやっぱりなんか自分がそのなれる可能性高いと思ったらそっち選ぶっていうのは全然ありだと思うんで。僕はもうなんか本当に個人的にその昇段戦を宝卓でやりたかったっていうだけの理由で、まあ割とエゴもあって最後昇段戦は宝卓でやったんですけど、まあでもよく下に落ちてね。え、川下さんは出たら、あれこれ川下さんって呼んでいいんですよね。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です、大丈夫です、はい、あ、大丈夫です、はい、川下さんはどう思う？つかなんかもう思いっきり俺僕のなんか角田の部屋みたいな仕切っちゃって完全にごめんなさい、細かい質問してなかったけど、その天砲位が昇段戦とかで特上で打つのはどうかってこと？そんなことですね、まず、はい、俺全然打とうと思わないんだけど、 どうなんだろうね、あんまりなんか、うん、まあでも自分の責任というか、まあある意味本当にデジタルな選択というか、まあ、全然言われるだろうしね、うん、あいつが特上でなんだっていう、まあ、僕は昇段戦だけ打つのは全然いいと思うんですけど、あ、はい、ずっと本オタクで打ってた人が昇段戦特上で打つっていうのは別に全然いいとは思うんですよ。まあ、僕がもしプレイヤーだったら多分打たない。まあ俺も打たないですけど、まあ、その個人のあれとして打たないっていう選択をする人はまあ結構いると思うんですけど、僕もそうしたんですけど、ただ打つ人も全然いると思いますし、いても悪くないと思いますし。まあでもなんか全然違うじゃん、急にずっと宝卓打つで、そうですね、特上行って、うん、俺そこに適応できるかってちょっとよく分かんないけど、うん、まあそれはそうですね、個人の判断になるんですけど、そうだよね、だから自分が勝てると思ったら、うん、まあいいと思うけど、これはやらん、うん、そうですね、それはちょっと僕が決めるっていうよりも全体的な流れを見つつ、うん、ところですかね。そんな回答です。はい、ありがとうございます。現時点ではシステム上可能なら可能ですね。はい。うん、まあ許容するしかないっていうところでしょうね。まあ、本当に最後の一戦だけ打つのは僕は全然その性質としてそのずっとホームオタクで打ってて勝ってた人なんだから、うん、もう特に何もあれはないかなと思うんですけど、ずっと特上で打って勝った人。なんか東方オタクになって天砲になった人っていうのは、もうなんか東方オタクで打って天砲になった人となんか違うゲームでトップになったみたいなとこはちょっとあって、それの方がなんか気にはなるんですけど。なるほど、うん、これ麻雀解説ないのって言われてますけどいいんですかね、僕ね黙々とよく黙々と打ってますね。いえいえ、まあこれ最終戦ですしね。どんなスケジュールだったかちょっとわからないで、なんかこう、あ、もし例えば1時間、僕角1時間みたいな風な予定だったら、いやもうなんかずっと角田さんに喋ってもらうつもりだったんですけど、まあ、はい、もうこれで最終戦でなんか梶本さんがここからなんかトリプル100万ぐらい振れば逆転できる。もう僕逃げるばっかりなんで、もう闇点だしすぐ降りるし守りに来てますよ、もう完全にね、完全にほら一番いいの何もとりあえず打たねえみたいなちっちゃいやつなら上等みたいな。勝てえと、うん、カッチカチです。いいっすよ、何かあるかないや、何か質問を考えてましたあ、
大会ルールって今のこのルールあるじゃないですか。これ以外のルールの大会ルールっていうのは作れないですか、その公式大会としての。もっと具体的にこんな遊び方はどうですかっていうのはあります。ああ、まあそのいつも5戦連続の最大瞬間風速成績といいますか、このルールの大会なんで、その違うルールの大会をいろいろやってみたいなと。まあ、具体的には本当にもう例えばその何戦っていう規定回数があって、まあ天保ルールでとか。まあなんかいろんなし、なんか本当にいろんなルールがあったら面白いなと思うんですよ。トーナメントみたいなのか、はい、もう普通に全然天保と違うフリーチックなルールの大会だったりとか。そらさんがブログで書いてた2勝戦2勝トップ2回トップ取った人が、あ、はいはい、っていうのはやりたいんだけどね。うん、いろいろあったらいいなとは思うんですけど、なかなかね。なかなかちょっと手が。そうだね。と、まあそういう、まあ天保のイベントを逆に運営したい人したい人っていたりしますか。いっぱいいるんじゃないですかね、多分。あ、そうですか。はい、そういうのもね、できれば解放したいなとは思いますね。解放したいっていうか、はい、もう結構いろいろできないんです。なんか今日はこんなルールの大会があって、またなんか今度はこんなルールの大会があってとか、いろんなルールで遊べると面白そうだなとは思うんですけど。じゃあぜひサピンさんにちょっとお願いして、はっ、やっていただく。今ってその設定自体はできるんですか、その公式大会としてこのルール以外の大会っていうのは。ランキングの集計が対応してないですね。ああ。手動で集計して。ああ、なるほど、はい。サーバーからピコピコデータが送られてくる順位が出ない。これリアルタイムで出るからやっぱ楽しいじゃないですか。はいはい、はい、実戦終わって、うん、ああ順位100位だよとか、うんうん、このタイミングでのデータはサイバー側で常に集計してなきゃならないので、はい、あらかじめ決め打ちで作らなきゃいけない、はい、うん、もう規定回数なしでもう無限にひたすら打ち続けて一番総合点数の高い人が勝ちとか。ああ、打てば打つほど、打てば打つ、打って打てば打つほど勝てばいいみたいな。なんかいろいろバリエーションができたらいいなとは思うんですが、なかなか難しいですよね。いやでもね、その連続5戦の最大合計得点って遊びやすい感じがするとは思うんですけどね、はい、これがその確かに、うん、ちなみにそれを連続参戦とかにすることは、連続参戦はできますよ。ああ、連続参戦はできる。設定であったのに、5と3はありますね。はい。これ連続8実戦って言ったら、でも人来ないですね。トンプの5回だったら。サピンさんの能力ってやっぱり特殊な領域にありますよ。はい、と言われます。はい、アスピンさんのモチベーションって結構そのね、続くじゃないですか。続くっていうかその繰り返し、はい、続けて打てるし、24時間打つ。ああ、打ってた、ね、いやでも麻雀打ってる人だと結構いますよ、本当に。もうはい、その辺の雀荘に行ってもいっぱいいますし、天保でももうずっとひたすら打ち続けてる人も結構いますし、やっぱりなんだかんだで麻雀が楽しいからできるとは思うんですけど。
これが仕事だったらきついですね、やっぱり。うん、酸素抜きたいぐらいだよ。鑑賞さんの条件が全然分かってないんですけど。いやもう多分これでもう勝ち確だよ。え、まあ、俺逃げてる。うん、勝ち確、勝ち確。とんでもないラス引かないから、うん。え、じゃあ鹿島さんの大学がなんと、なんと、なんかよく分からなかった。お互い何のとこ。あ、でもそれは一応もう、もう死にます。あの、ラスを引き受けます。まあ、ラスっても大丈夫なんですね。うん、今何ポイントぐらい持ってるんですか。マイナス20。うわもう無理だ、それは。全然麻雀についていけてなかった。ブーイングのこの終戦策。ほら、勝負は勝たないとね。で、これで並びでラスでしょ。はい。こうなると多分大丈夫かな。大丈夫なんじゃないですかね。なんか人知れずマイナス56、5000ずつ人知れず5000ずつ打ち終わりました。はい、はい、じゃあ結果、梶本さんがマイナス 56.0、 僕がマイナス 75.0 で、かわす、はい、はい、俺マイナス160いくつだったよ。数えてない。いやということで、え、マジで？そんなないの？はい、いや、そんなもんですよ、マイナス75さ。はい、知ってたから、あ、でもそうかそうか、75か、うん、そうかそうか、ひどいラスト引かなければそうかそうかっていうことですか。ということで、優勝はマイナス 56.0 梶本さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。すいませんでした。111位です。111位、現状111位。はい、そしてということで、ちょっと規定によりこれは最下位の麻雀王国さんに梶本さん の宣伝する宣伝を広告を貼るということです。はい、ジャンサクさんの CM は貼れなくなっちゃうってことですよね。それも貼り貼る、はい、どっちでもいいけど、中間の順位は何もないんじゃないですか。あ、本当に。あ、そうなんだ、申し訳ないね。ラインがまた落ちた。はい、はい、じゃあ何か貼ってもらうものを考えてください。そうですね、そうですね、ちょっとなんかいいバナーを作りましょうか。ありがとうございました。じゃあちなみに、高原さんは僕が、プラス 56.0 62。頑張った割に中段。高原さんもずっと打ち続けていただいて、優勝、僕優勝でいいでしょ。本当ですね。じゃあみんなラスがいないから僕も真剣にずっと打ってたんですけど。いやちょっと待って。途中から黙々と打ってましたもん。楽しくなってきて、普通に天砲。徐々にトークがガチすぎて、そうそうすいませ ん、 なんかマニアックすぎて。いやいやいや、意外とマニアックなトークになりました。相当マニアックすぎて申し訳ないですね。いや、もう角田さんありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、すごい濃い話ができました。またこんな機会もあるとね、はい、すごく楽しいかなと思います。ユーザーの皆さんも、はい、聞きたいこともいっぱい、はい、あると思うので、なんかたもう定期的に言ってるとあれなんで、なんか本当にたまに年に1回とかでも、はい、年に1回とかでもこういう風にお話できると、はい、すごく嬉しい。はい、あ、今電話ですか。で、今ここで実はもう一人のゲストの谷口プロが、あ、先ほどお宅した、はい、じゃあ谷口プロ、ちょっとさんと一回切ってもいいの。あ、じゃあ、はい、あ、角田さん、あ、あれ、あ、あ、どうしましょうか。角田さん、一回、じゃあ、じゃあスタンバイしてます。はい、スタンバイしてます。ありがとうございます。はい、ちょっとこれで、はい、お話していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、谷口さん、はい、初めまして、梶本です。初めまして。どうも。こんばんは。さっきから打ち始めた感じなんですか。10時半ぐらいから、はいはいはい、はい、今何回打ってました。2回です。あ、2回、成績の方は3-1。お、3-1、おー、でも1が、1がある、1が後にある、はい、そっからスタートですね。1を取ってからじゃあ、あと4戦打てばなんかランキングに乗る感じですね。そうですね。
はいはいはい、さっき太郎さんと言ったの分かってるのかな。あ、本当だ、さっき川下さんと当たってましたね。はい、さっき僕上ちゃんに座ってました。気づかれてました。多分1戦目ですね。え、なんていうお名前ですか。 太郎で、TARO で。そうなんですよ、だから引いた人だったよね。そう、8段の派手に派手に飛んでったなんか伝えた感じの方がいるのか思ってビビってるようになってました。いやいやいや、全然だからあの配信乗っかってるんですよね、一応の対局の画面が。ただまあ会話はもう角田さんとの会話でずっとさんで麻雀のことは一切触れてないと思うんですけど太陽さん、新人王ってことは何年目なんですか。はい、1ヶ月目です。え、はい、あ、今年入ったばっかりの、はい、あ、すごいじゃないですか。入ったばっかりでいきなり優勝しちゃったわけですね。あー、それはすごいじゃないですか。もう軽いわみたいな感じですよねちなみにマージャンウォッチ、まあ、ニュースサイトですけど、あのプロの対局結果とか載せてるんですけど、あの谷口さんが新人を取った時の記事なんかも一応載せさせていただいてますんで。あ、そうなんですね。そういう結果とかを、ね、載せていきたいなと思ってます。はいはいはい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、ハゲがニヤけどる写真です。いや、いい笑顔でした。じゃあまたあの今後この戦い、この後4戦、最低でも4戦ありますけど、はい、頑張ってください。僕ら3桁になっちゃったんですけどあのせめて50以内とかいけるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、じゃあこの後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。という谷口氏、はい、新人王でしたが、はい、はい、じゃあ、園田さんもあの長いことありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またあの今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあこんなところでいい、そろそろ締めますか。そうですね、はい、はい、長時間、何時間ぐらいですかね、これ放送自体が。4時間、4時間ぐらい、はいはい、結構やってましたね。長い時間のお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今後とも、麻雀をつってか麻雀王国さんですね、麻雀王国さんと、ジャンサクさん、両方の、ま、ジャンソー検索サイトをぜひご利用いただければと思いますし、麻雀の情報があればぜひこちらのサイトをご覧いただければと思います。またやりましょうか、これでね。ぜひぜひ、はい、第2回もぜひぜひね、はい、本来の目的はだってお互いが勝った方が、ま、負けた方のサイトに乗るっていうのが目的なんですからね。大体何でもいいです。はい、また皆さんもリクエストがあればこちら両方の方に、ね、連絡いただければと思います。じゃあ本日はこの辺りで失礼します。ごきげんよう、さよなら。大会はまだ2時まであります。